皆さん、かわいい、ありがとうございます。ヘルシアさん、あ、タワーだ。え、何のタワーこれ、何、新しいやつじゃないの？タワー、ありがとう。かわいい、夏休みのなんか虫取り網持ってない？トウエさん、ハートありがとうございます。クロちゃんさん、金魚鉢ありがとう。夏の思い出ギフトありがたわ。ありがたわですな、それは。クロちゃんさん、だるま、ありがとうございます。いや、そうなんだ。失格なんで。クロちゃんさん、ペンギン、ありがとうございます。こんばんは。野球はちょっとね、見てたんだけど、めっちゃドキドキじゃないですか。まだ始まったばっかり。ハートありがとう。しゅんさん、あ、しゅんさんもハートありがとうございます。ひびきさん、スイカ、クロちゃんさん、スイカありがとう。あ、ヘルシアさん、ありがとう。ありがたわ。今日はコスプレないのね。ないです。あれが通常じゃないです。あ、そう、理解してほしいのは、あれは通常じゃないんですよ。そう、野球は、消してます。今もうけ、あのテレビ消した。気になるけどね。後で見ようかな。まあちょっとでもリアルタイムがね、一番ね、いいのかもしれないけど。打ち上げ配信なんですけど、焼肉食べます。ディープな色かわいい。本当に嬉しい。焼肉はあります、こちらに。まだちょっと一旦焼かない。イベントのお礼からしようかな。あ、ちょっと待って。どうだ、15分経ってからにしよう。100位から読むやつは。え、ちょっと待って。あ、
一個抜けてる、これなんだろう。誰さんだろう。え？一つ順位が順位。抜けてたんですけど、48位の方誰だ？抜けてたね。名前を後で書こうと思ってて。え、誰か教えて。誰かさん教えてください。待って、あれこっちにスクショがないんだよ。こっちの携帯にないよね。待って、サイトからさ見ようと思ったんだけど、え、まだ見れる？誰さんだ？48位の方。あー、これがなんだろう。バッテン白川さん。バッテン白川さん。あれ？あ、書いてたじゃん。書いてた。あの、違う、間違えて48を2個書いちゃってってことだ。間違えたあ、もう書いてありました。ごめんなさい、上見たら書いてあったわ。ごめんごめん。長津さん、バラ10本ありがとうございます。ホグピグさん、スイカチコありがとう。あー、いっぱいありがとうございます。野球決勝見てない、今見れてない。速報頼みます先にちょっと言っちゃった、許してください。え、じゃあ、いいですかね。100位から、あ、まだ15分経ってなかった。15分経ったらって言ったのに、さっきテロップ変えようと思ったけど、何したらいいか分かんないから、何したらいいか分からん。お膝が見えちゃう。お知らせボッとしてきます。ありがとうございます。暑かったですよ。ペシさん、スイカ10個ありがとうございます。暑かったね、今日も暑かったね。飲んでください。ペッシさん、スイカ10個ありがとうございます。15分経ったら乾杯します。暑かったです。メロンソーダ次飲んでください。アビスパ生写真ポチって、ありがとう。あ、そう、9日までなんですよ。しかもあの、あれが、浴衣の、なんかセットみたいな、浴衣アクスタかな、ついてるやつが、なんかもうあれ9日までなんで、そっちもちょっとチェックしといていただけたら嬉しいです。浴衣です
浴衣愛知です。でユニフォーム、アビスパの方、あ、買ったよ、でありがとう。アビスパさんのユニフォーム着させていただいたのが初めてだったのでめっちゃ嬉しかったんですよそう、めちゃくちゃ嬉しかったね。そう、なんか着てみたかったのよ、ずっと。そう、アキさん着て、アキさんの見ていいなと思ってたら着させていただけたので嬉しかったんですけど、そう、日本は16、まだですね。浴衣が9で、もう少し、あさってまで。日本も似合うよなって、本当？プレミアムセット回してポチりました。ありがとう。ウィスパユニね、欲しい。青色かっこいい。昨日に続きたよ。ありがとう。イエーイ。買っちゃうかも。ダメなことないですよ。嬉しいですよ、私。買ってくれたら。買っちゃうかも。買ってください。ぜひ。おお、予約した。アクリアクスタ。予約してくれてる。ありがとう。ぬかさんハートありがとうございます。ねえ、かわいいよね、アビスパさん。28センチ。あ、でもだからそうなんですよ、アクスターは大きいのよ30センチ定規でしょ。だからもうすごいでかいと思うんですけど、あ、みんなならね、なんかうまく飾ってくれたり一緒に持ち歩いてくれたりするんじゃないかなと思ってます。なんだかんだ大きくてもなんだかんだ大きくても、まあ旅行なんか一人旅とかする方、今はあれだけど、するよ、今後ね、するとかなってもね、寂しくないじゃないですか、大きかったらさ。親に飾ってでもなんか、あ、一人、お家一人寂しいなってなったり、お仕事中ちょっとね、なんか元気のない出ないなっていう時も、大きかったら存在感がすごいので、そう、愛知が、あ、いるってなるからね、パワーが大きい分、パワーが絶対その分届きますんで、みんなにテレワーク中にテレワーク中にね、こっそりと、773です。今日は773、ピンチを切り抜けました。おお、ぴったし、773のカウントとともに、お、切り抜けた。日本おめでとう。まだだね、日本ナイス。3です。3日目、3日目です。今日は7の台。はい、
月のバラさん、ありがとう。バラ10本。じゃあ皆さんね、改めて乾杯します。改めて、イベント、ショールームイベント、本当に本当にありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。もうゆっくり休めたかな。みんな本当にありがとう。お疲れ様でした。乾杯乾杯乾杯。ねえ、777まであと4日。うん、やばいね。それもそれで、あ、コップです。乾杯。ありがとう皆さん。いいね。あ、お酒じゃないです。お酒飲んでません。中が見えないからね、あれですけど、お酒飲んでません。乾杯。コップ、お揃いかも。嘘、めっちゃシンプルなやつだ。ありがとうございます。じゃあ100位の方からね、ちょっと、あ、お膝が見えちゃう。100位の方から、見せていっていいかな。幸せな打ち上げだ。もう幸せだよ。ありがとうございます。みんな来てくれてるか分かんないんですけど、 100位に入った方。そう、うん、まあ いてくれたらスクショしてもらえたら嬉しいね。はい、じゃあ100位からね、100位、ビビゾワさん90、あ、でもどうやってやっとこう。100位ビビゾワさん、新しい方。あのね、 N って書いてあるのはあのニューってことです。あのニューっていうか、100位初めてランクインされた方か、もしくは初めてあのイベント協力してくださった方、うん、新規の方か、初めて新しくランクイン、今回はランクインしたよっていう方、どちらかですね。はい、100位ビビゾワさん、99位ヒデタムさん、98位秋松さん、97位あかりんさん、96位ともさん、95位、ゆいつさん、94位フォーコさん、93位ナルトピーさん、92位リッタンさん、91位サクさん、90位クラウスさん、89位パタさん、88位ピクシンさん、87位ヒロさん、86位ゆうきちゃん、ゆうきちゃんさん、85位どんぐり SSN さんです。あの、ちょっとね、ここにかける順位までなんで、85位までです、一旦。サクさん、この中だとサクさんが2回目、前回のイベントの時も100位以内に入ってらっしゃった方は、この星2 2回目だよ、2連続。あ、1回目のイベントのやつはそうカウントしてないです。前回あのビスのイベントですね、ビスイベント連続であれですの集計というか感じでございます。一旦
イエーイ、ありがとう。どうでしょう。映ってるかな。100位までの方ありがとう、100位から85位までの方ありがとうございます。皆さんで、ここら辺はやっぱりニューが絵の多い、ありがとうございます。いやー嬉しい、本当に。ビビゾワさんが100位ぴったり、ありがとう。いや嬉しいです。はい、じゃあ続いて84位から、71位までの方発表していきます。読みやすい、あーよかった。84位、ちょっと読みます。84位、ムーさん。83位、しまいちさん。82位、井上よしひろさん。81位、たきとさん。80位、しんちゃんさん。79位、フィクリさん。78位、ウォッカさん。77位、アグマルさん。76位、オットさん。ん、間違えました。OTTO さん。75位、りょうじ45さん。74位、てはちゃぴさん。73位、ちゃんとくさん。72位、トーチーさん。71位、やそにーさんです。ありがとうございます。もうね、ちらほらいますね、2回目の方で。このまた新しいやつ、ハートアップってやつは前回から順位が上がってるっていう方がこちらです。もう一応つけてあげました。はい、こんな感じです。全部集計しましたね。集計っていうか、なんかただ単に気になって、なんか気になってっていうか、そう、なんか前回もやってくださ、応援してくださってっていう方とかも、そう知りたくて、新しい方だとかも知りたくて、全部去年のやつ見返したりしましたね。ダウンは書いてないです。うん、協力してくださること自体が嬉しいので。どうでしょう、皆さん撮れた？スクショ。撮れましたか？ありがとうございます。あの、下がってても下がってるかは別に、そうそうそう、書いてないです。もうね、協力してくださって、でも100位以内に入ってないよっていう方とかもいると思うんですよ、協力したけど。そういう方にもね、本当に感謝してるんですけど、だからもう
だからこそ100位以内に入ってること自体も、そう入ってる方にも本当感謝。はい、じゃあ次、70位から、70位から56位までです。はい、では発表します。70位、赤いグリフォンさん。69位、ケネスさん。68位、なぎささん。67位、 TE2 さん。66位、コウメさん。65位、恋って言うから会いに行くさん。64位、ノーさん。63位、三角さん。62位、アジシヌクさん。61位、ヤッセンボさん。60位、ガクチョさん。59位、ナガッチハーレムさん。58位、ワタルさん。57位、ナオさん。56位、サクツーさんです。ありがとうございます。千賀投手、はあ、マジわーみたいで、しかもですね、ここのところには、62位のアジシヌクさんがぴったり賞です。去年というか前回のビスイベントとぴったり順位が一緒だった方がいました。それも書きましたね。はい、ピッタリ賞がいたっていうね、ちょっとびっくりしたね。ぴったり賞、ほら、ぴったり賞、62位。でも前回もぴったりでした。あ、ん？前回と同じ順位でした。予告なしだったんで、私がこれ書くよっていうの、予告、ぴったり賞とかいう予告なかったので、その上で、ね、ぴったりだったので、お、すごいと思って書いた。皆さん取れましたか？ありがとうございます。70位から56位の方、ありがとうございました。はい、ここまで来て2回目のこともいるかも、いるね。ちらほらいるって感じだけど、でもニューが多いかも。まだ、ありがとう。続いて55位から41位までです。読みます。55位、平里さん。54位、桜紫浜さん。53位、鳥おやじさん。52位、伊沢さん。51位、キャベツの炒めさん。50位、タコカバさん。49位、モカチカモさん。48位、バッテン白川さん。47位、スミスジュニアさん。46位、福清さん。45位、あゆさん。44位、みかんの種さん。43位、ちーさん。42位、まさきひろさん。41位、みさみささんです。ご丁寧に、あざっこり、あ、協力ありがとうございました。パチパチ、イエイ、ありがとう皆さん。
アップされてる方もいますね。新しい方多いのかな。まだ私のことを知らない方もまだまだいますからね。もうそりゃそうだっていう話だ。推しメンじゃないけど協力してあげたよっていう方とかも いるから、そういう新しいニューっていう方にも感謝です。本当にニューっていうか、多分100位以内に初めて入ったよっていう方もいるかも。前回入れなくてとか、ランクイン、初ランクイン。ありがとうね。ありがとうございます。間違えちゃってたらごめんなさい。間違えてるかな。あゆちゃん、エンドってなってる。あれ間違えちゃった、見間違えちゃってたかも。ん、入ってたよね多分前回。入ってたよね。後でもう一回確認しよう。ちょっと書き間違いがあるかもしれないです。100位分一気に書いたので、あの書き間違いがあるかもしれないんですけど、いや、あやちゃん入ってたと思う。間違えちゃったわ絶対。はい、55位から41位の方ありがとうございました。はい、次は40位から26位の方発表です。40位のりっぺさん、39位たーくんさん、38位こうちゃんまんさん、37位ポップコーンさん、36位たもちゃんさん、35位そらさん、34位ペシさん、33位広瀬さん、32位なかなかなかさん、31位ねーねーさん、30位指押しさん、29位響きさん、28位ぬまっつさん、27位谷川豊さん、26位やしたんさんです。ありがとうございます。あのこっからは結構アップされてる方とか2回目の方とかちょっと多くなってきてる。パチパチ。もうねここで、うん、そう、バウバレ、マジでダウン、ダウンはね、あの書いてないですから、一応ね、一応2回目だよっていうことです。嬉しいよ。ダウンっていうのはちょっと言い方が言い方がちょっと嫌な。ダウンではなくて2回目、2回も100位以内に入ってくれてありがとうっていうことですから、私からしたらね、100位に入って
入ること自体すごいことだと、すごい頑張ってくれないと入れないと思うから、本当にありがとうという気持ちでしかないのよ。アップがね増えてきてます。でもまだちらほらニューの方もいらっしゃいます。そう、でもアップはさ、アップのアップでさすごいから、そう今回つけたくなっちゃった。なんか先生になったみたいな感じなの。私なんかその丸つけしてるみたいな、テストの成績のなんかやってるみたいな気持ちになれて、ついついやっちゃいました、いろいろ。そう、通信簿的な感じの気持ちでやってた。谷川豊さんありがとうございます。そう、そういうとこあるね。はい、ということで40位から26位の方ありがとうございました。ありがとねー。はい、ということで次はですね、次は、うん、先生次回アップ頑張ります、期待してるよ。何様。先生ってこんな感じなんかな。いや、なんかあのみんなの頑張りみたいな、こう見えたらちょっと嬉しいみたいな。先生になりたいって思った時あったからね。すいません、ちょっとそういう気持ちでやっちゃいましたね。次、25位から11位の方です。もういよいよ上位です。結構25位から11位発表します。25位ペレナさん、24位アッキーさん、23位ひろゆきさん、22位セリカさん、21位イチロシさん、20位シュンさん、19位シベチャリさん、18位マツペコリータさん、17位ズッキーさん、16位キドッチさん、15位ノッポさん、14位 PKS さん、13位カコーさん、12位シーカーさん、11位サマラスさんです。ありがとうございます。25位以上で、以上も結構すごい上位の方だなと思うんですけど、25位以上でも初めてニューの方がいらっしゃるので、そういう方には星じゃないびっくりマークつけてます。すごいっていうことで、ありがとう。上位とニューがまだ、ニューの方は結構います。まだびっくりっていうことで、びっくりマーク。アップしてます、何人か。多分そのビス前回だからの、去年のビスイベント以降に私のことを気になってくれたり応援してくださった方で上位に入ってくださった、上位にランクインされた方とかもいるのかなっていう思います。
ありがとうございます。去年のビセル頑張ったのよって。そうなんかそう頑張ってくださった方はね、いっぱい本当にいらっしゃって嬉しいよ。なんか去年っていうか本当さ、そのイベントごとでさ、どんぐらいあのなんていうの、あのいや去年よりちょっと頑張ったけどあんまり順位があれだったとか、あのランクインできなかったっていう方もいるかもしれないから、そう本当にみんなありがとうございます。とにかく、11位までの方でした。ありがとう。取れましたかね。ちょっと一旦休憩。10位からですね、次ランキングってまだ見れる？これサイトで。あ、見れる？あ、パソコンから。そういうこと？本当だ、見れた。ポイント数まで分かってるよね。ポイント数上位3名の方、5名の方、トップ5の方だけポイントは読む。ちょうどね、そこでなんかあれなの、ちょっと、はい、じゃあ10位から読みますね。やばい、笑っちゃう。なんかちょっと恥ずかしい、なんかメッセージみたいな書いてあるの恥ずかしい感じもあるんですけど、メッセージは読まない、口に出して読まないけどスクショしてください。10位クロちゃんさん、9位ヨタハチさん、8位ニャオンさん、7位憂鬱なバラさん、6位ポテチが主食さんです。ありがとう。じゃあ一人一人一旦見せていきます。クロちゃんさんありがとう。10位、アップされてる、アップされてんのよ。はい、取れたかな。アップされてるし、トップ10入ってます。ありがとう。メッセージ取れた？クロちゃんさん取れた？しびちゃりさんいいね、ありがとう。バッチリ取れたよ。ありがとうね、本当にすごい。トップ10、はい、続いてヨタハチさん、ヨタハチさんいるかな、いないかもな。でもこのカードは一応まあメールに送れたら送りたい、送れるか分かんないけどね、くれたら送ろうと思ってるんですよ。画像っていうか写真撮ったので。はい、ということでヨタハチさんありがとうございます。ニューの方です。ニューっていうか初ランクインの方、びっくり。9位、へい、ありがとうございます。ちょっと他の人に見られるのは恥ずかしいです。
でもまあ見せますけど、はい、ありがとうね、いっぱい、はい、はい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 、じゃあ次8位です。8位、にゃおさん。にゃおさんいるかな、いないかもしれない、みんなお仕事だったりするのね、本当にごめんなさい、ありがとうございます。にゃおさんありがとうございます、ありがとうございました、本当に。前回の時も頑張ってくださって、いつも本当にありがとうという気持ち。はい、ありがとう、ありがとうございます。8位ね。次、7位、いないか、いるかな、今見てるか、あ、いた、いました。7位はゆうつのばなさんです。ありがとう、イベント中はちょっとひらがなでね書いてたんだけど、アップだゆずのばなさんもアップしてる。すごいね、ゆうつのばなさん、くまありがとう、くまさんありがとう、ありがくまさん、ラッキーセブンです。取れたかな、はい、こういうのはちょっと恥ずかしいですね。はい、ということで6位続いていきます。6位はポテチが主食さんです。ちょっと簡単、主食さんです。ポテチさんもアップしてる、すごい、ポテチさんいた、うん、イエイ、ありがとう、本当に、はい、6位です、ありがとうね、はい、元気です、よかった、ありがとうございます。6位ということで、10位から6位までの方々、ありがとう、ありがとうございました、皆さんありがとう、うん、はい、ということで続いてはもう5位から、あ、5位からじゃない、え、5位からだ、5位から5432です。5432、あ、スクショ、そんなにあの長くこうやってあれだからすぐ撮ってくださいよ。じゃあ名前だけ最初言います。5位、あ、待って、ポイント数よ。5位は116万7631ポイント、バークハートさんです。4位は119万3144ポイントで、ヘルシアさん、パチパチパチ。3位は、
337万7376ポイント、みやてんさんです。もうこっからちょっと、こっからちょっとっていうか、そうポイント数5位の方から、そう、2位が562万3979ポイントでホグピグさんです。ありがとうございます、皆さん本当にありがとう。じゃあ5位の方から、バークアートさん、はい、アップしてる、2回目も入ってた、2回目てか前回も、いやでも文字見えるか分かんないです、文字見えるかな、ありがとうございます。大好き、書いてほしい、書かなくてもね伝わってるみたいなとこありますからね。はい、ありがとうございます。そう、ハート、はい、アップしてるんだけど、でも本当に今回、前回も頑張ってくれたけど今回も本当にありがとう、すごい本当今回ありがとうね。はい、第5位発表です、発表でした。4位は、ヘルシアさん、なんとねぴったり賞です。上位でぴったり賞はちょっとすごいね、それもそれでまた4位いいみたいなさ、なんか言ってなかったけども4位もすごいのよ。ありがとう、はい、取れたかな、 OK、 4位ぴったりでした、前回も4位だったんだよ、入らなかった、大好きって書こうとしたんだけど入らなくて、そう上に書いちゃった。たまにブラックヘルシアさんいるときあるから、ありがとうございます、前回も今回もありがとう。はい、こんな感じで5位4位で、3位は、3位はそうね、もう300万超えてますね、ポイント数が。3位はみやてんさんです、ありがとう、3位です、キラーン、キラーンっていうの、これは前回もトップ3入ってた、いや前回もっていうか
一番最初のショールームイベントからイベントだけじゃないけど、イベントの時も本当にありがとう。はい、みてさんお疲れ、ありがとうございます。なんか他の方にもちょっとメッセージがね見られてるのちょっと恥ずかしいんですが、スクショ撮れたかな。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。だってその人に対してのお手紙だから、これはやめて笑わないで。シーカーさん、レインボースター10個ありがとうございます。はい、じゃあ2位です。2位の表、あ、2位のね、名前がね、あり、これをちょっと家に修正器がなくて、修正テープなくて、2位は500万ポイントも超えてます。ありがとう。公開ラブレターはちょっとね、ラブレターって公開、お手紙公開するのって恥ずかしいよね。はい、じゃあ2位はフグピグさんです。しかもアップして3位、前回も3位で、あ、3位でじゃない、トップ3で、そう、今回は2位で、本当にありがとう。2位、ありがとうございます。いやー、あ、フグペグさん、ありがとう。いただきました。キラキラ光ってる。でもなんかイベント中のほんとずっとポチポチしてくださってだよね。ありがとう、本当に心強かった。ありがとうございます。撮れたかな。ミラボでおめでありがとう。じゃあ1位はね、どうしよう、見せたくないんだよな私。でもまあ仕方ない。見せたくないというか、そうなんですよね、引っ張ってくれありがとうございます。いやでも失格マーク入ったからね。1位はポイント数で言うと656万8605ポイントです。心臓が止まりそう。文字にし、あ、文字じゃなくて言葉にして読むとポイント数を、心臓が止まりそうっていうかですね。本当に本当に、はい、1位はカメさんです。お手紙の紙に書きました。スクショしてね。はい、読めるか分かんない。見えてるかな。画質が悪かったらちょっとあれだ。
しかもね、ぴったり賞なんて最強ぴったり賞なんだよね。ぴったり賞だね、すごいよね。ぴったり賞ってかもう、って言わない、言わない、言わないっていうか違うよね、ちょっと。ありがとうございます、本当に。頭が下がり、あ、上がりませんだ下がりませんって言っちゃったあ、カメさん、あ、もういいのに、立てなくていいのに。砂、お砂、お砂のお城、何、あの、なんだ、タワー、ありがとうございます。お城、なんかまた新しいお城だ。お城ですかね。ありが城だ。ありが城。ありがとうございます。みんなとの約束が守れてよかったです泣いちゃう、それは、うん、優しい、ありがとうね、本当に。あ、そうなの、書いてあるの、好きって書いてある。かわいいギフトだ。難しいですね、こういうなんかメッセージカードとかも。その書いてる時は楽しかったんだけど、こうやってみ、いろんな方に見られるとなるとちょっと恥ずかしいですけど、ありがとう、ありがじょう神さん、ありがとう。はい、ということで以上100位から1位までのランキング発表でした。お礼発表プラスお礼ありがとうございました。協力してくださった、100位以内に入れなかったよっていう方もいると思うんですけど、本当にみんな、あの100位に入ってない方の力も、本当にの方のおかげでもあるし、100位に入って入った方はその分すごい頑張ってくださってありがとう。しゅんさん、ありがとうございます。お疲れも、ありがとう。いや本当にね、なんかクラスさん、お疲れ、ありがとう。なんかみんなのことを知れて、このイベント期間ですごいみんなのことを知れたし、新しい方もいたりして、すごいこれから楽しみですし、もっと思い出が、ね、作れるのが、一緒に作れるのが楽しみだし、今回なんかね、すごい頑張ってくださった方のこと、頑張ってくださった方とも、なんかすっごい固い絆で結ばれたみたいな、私的にはね、よりなんか気持ちが強くなったので、
嬉しい、一緒に団結できてみんなと。ルシアさん、ヤシタさん、ありがとうございます。で、次回も協力します。ありがとう、ヤヌバッチ。クロちゃんさんありがとう。止める、止めるつもりで投げてんのか。いや本当には夏の思い出になりましたね。うん、サマーランド行ったことある。いやー嬉しい。でもみんな100位、名前100位以内に入ることができて嬉しいです。ありがとう。名前をね楽しく書かせていただいた、楽しくっていうか嬉しいなと思いながら書かせていただきました。全部一番がまだない。いや本当にみんなが頑張ってくれたから、もっとなんかね、私にできることはこれぐらいしか今、もっとなんかできなんだろう、感謝の気持ちはこんな感じでしか、そう、お伝えできないっていうのはねちょっとあれなんですけど、でもお仕事頑張っていきますんでよろしくお願いします。いや肉焼く前にね、そうや、それはちょっと大変なので、大変だってことなので、もう焼きます。じゃあさすがにお腹すいた。これはホットプレートを別に一人で使わないからなかったんですけど、なんかちっちゃいの買おうと思って、これ用に、この配信用に買おうと思って買いました。確かにお肉焼く服装ではないけど、可愛いやつ着ちゃってる。ちょっとだけ油飛ぶんですけど、でもそんなにいっぱい焼かないと思うんで、焼かないっていうかもうすごいあれだから。これはみんなからいただいたやつです。テントに今、そうテント後ろにあるんです。あ、熱い熱い。これはちょっとまだ開けてないんですけど、どんな感じで入ってるんだろう。これさ、あり電気をさこっちにしたら暗いんかな。キャンプ感が本当のキャンプ感が出てきちゃってる。これだとよく見えないのかな。見える？え、どっちがいいと思う？めっちゃキャンプなんだけど、これキャンプすぎるな。キャンプすぎるね。いい演出って書いてある。そう？え、ちょっと熱っテントの中みたいななってんじゃん。すごっ。え、でもなんか美味しいお肉食べてるじゃん、テントじゃなくてキャンプで、 YouTuber さんとか。家キャンじゃん、家キャン。え、どうなのこれはさ。え、なんかすごい入ってるんだけど、わかんない。あるそういうのわかんない。これええ大丈夫、これ怖い。どういう感じ。やばい。ちょっとやばい、わかんないよ。
かすごい、なんかすごいことになってる。見せられない。なんかすごいこんな感じに包まれてて、光ってる。いやちょっとこれはやばいです。これやばいわ。ごめん、ちょっと語彙力が低下する。これはさすがに、え、いや結構あるよ。あれもうちょっと少ないと思ってたんだよね。ちょっとやばい、これはやばいです。これは割り箸、薬用です。薬用で、え、このこれをやんないとね、牛脂みたいなやつ。これはちょっと、あ、本当にやはりキャンプじゃん。キャンプしてる人やん。もうちょっと服装なんか山ガールみたいなキャンプの服装にすればよかったね。え、これどういう感じ。あ、でわかんない、本当にわかんない。こんなんお家でやんないですけど、一人で。はい、じゃあ、え、これ焼いていいの。ちょっと待って、見せたい、本当に見せるね。ちょっと待ってください、見て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 、ちょっとダメだ、心臓が呼吸困難になる。あと、もう一枚の方見て。ねえ、違う種類のやつ、2種類これ入ってる。もう何、やばいよ。やだ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 。いただきますじゃなくて、まだ食べれない。焼きます。え、焼くよ。待って、音量注意、音量注意です。見えてる、音量注意だよみんな。なんかそんなに焼きすぎてもっていうやつだよね、多分。一枚一枚焼くっていう豪華な、いい香り。焼きすぎ注意、焼きすぎちゃいけど、どんぐらいかわかんないな、マレディ。どうやったらいいのかわからん。どんぐらい？見て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 、もう食べれるって。あ、そうなんだ。え、わかんないんですけど、もういいのかな？ウキウキだって。はい。ちょっと。一旦消すよ、消す消す消す。熱いからね、これ。はい、いただきます。いただきます。あ、はい、解約。ダメだ。うん、おいしい、おいしい、おいしい。え、なんかもう、
か、もう、うん、口の中でじわってなるの、もう一瞬でこのお肉に支配されました。わー、やばい、うん、ふん、もう、いや本当はお米は食べたい、うん、正直お米は食べたかったのやめました。もうお肉はね、ちょっと味わおうと思って、お肉を味わおうということで、うん。こんなに幸せでいいのか。あ、ダメだ。ちょっともう一枚の方。もう一枚のなんか種類の方を焼いてみる。うん、うん、でもいや本当に何そうなんだよね、この味をちょっと経験しちゃってるんで、もうやばいね。どうしよう、やばい、美味しすぎる、どうしよう。え、そう、一枚一枚焼、一枚一枚、一枚ずつ焼くのやばいね。でもこれ油いらないぐらいだよね、本当は。で、油あるもん。え、油っぽさ全然ないです。おお、音気をつけてみんな。あのなんだっけ、一枚これ溶けるやつだよね。うわー、油気をつける。音やばいね。これぐらいにしてきます。はい、なんか本当にわかんない、私ちょっと食べ方がちょっと、もうさやばいよ。やばい、こんなのやばいよ。あっ、大丈夫だ、やめてください、伝わるか、やばくない、伝わるかな。いただきます。美味しすぎてやばい、やばいかもしれない、ダメだ。え、すぐ溶けちゃいました。
溶ける、溶けるよ、溶けちゃうよ。え、美味しすぎて、美味しすぎてちょっとなんか今のお肉はもうなんか一瞬で噛み切れるって感じ。え、ちょっとやばいわ、ダメだ、ちょっと幸せすぎてダメだ。いや、だってさ、本当にさ、イベントもさ、ねえ、幸せな結果で終わったし、なのにさ、ファンの方、負けたいよ、これ。ファンの方にもらったし、これも。もうファンの方にあげたいよ、あげたい気持ちだ、これはさ。いやー、ありがとう、みんな本当にありがとう。いやー、美味しいよ、より美味しく感じるわ、この打ち上げで食べることによって。はあ、本当に美味しい、やばい、ダメ。こんなに幸せ でいいのかという。でも頑張れるわ、頑張れるわ。みんなさ、形となってる、幸せがおる、わあ、テント感すごい、もうテントなのよ。あ、でもここにこもっちゃってるの、最近というか、もうこれが来てからここでもうずっとなんか後ろ見て、なんか落ち着くの、この中にいると。あれ、今ちょっと狭めてるけど、狭いとこは好きだね。狭いとことか、なんか秘密基地感あるとこ好きだね。え、おっきい。やばいね。9時半か。どんぐらい焼いたらいいのかがわからないんですけど、噛んでいく。耐久。みんな耐えてるね。耐えてますな。一緒に肉焼くの楽しい。あ、一緒に焼いてんの？最高だ、それは。多分いいでしょ。いや、みんな。みんな。なんか食べてる？みんな、みんな食べてますか？湯気が、みんな食べてるの？ご飯今なんか、うん、
そんなかわいそうな子に見える？おいしい。なんかこういうのはお肉だけ食べるのがいいし、いっぱい食べないのがいいと思うんだよね。やばい、ちょっと美味しすぎる。なんか気持ちと美味しい気持ちで、なんかあれだね、お腹いっぱいになるよね。あー美味しいよ、美味しいしか言えないんですけど、本当に美味しいです。何枚食べるかね。え、でもさ、全部食べちゃったらさ、ちょっともったいない。え、全部食べちゃうのあれなんで、この大きいやつ食べてラストにしようかな。何枚食べたか忘れちゃった。あり、うん、忘れた。3枚、4枚目。え、そんなにさ食べていいのってなっちゃうよね。やばい、肉だけ食べてるんだけど、お肉だけ味わった方がいいと思うんだよね。もうこんなにお高いのはあれなんだよ。溶けちゃう溶けちゃう、あー溶けちゃう溶けちゃう。やばい、見て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 、このツヤツヤ感わかりますか？ツヤってるのわかりますかね？ツヤっちゃってます。これはもう透明感あるお肉ある？もはやちょっと飲み物みたいになっちゃってる。美味しいし、もう溶けすぎちゃって口の中でね。とちょっと例え方がちょっと間違ってるかもなんだけど、本当に飲むみたいな感じの。
うん、なんかもう満足、美味しすぎてみんな的に伝わった、伝わってます。美味しい。うわー、よかった、伝わった。いやー、美味しかった。はあ、ありがとうみんな、改めてありがとうございます。ちょっと飯テロ。配信になっちゃいましたね。すいません、ありがとうございます。うん、あ、デザートって言ったら何なんですけど、あれが今お家にあるんです。ちょっととあるもの持ってきます。ちょっと待っててください。タイムリー、デザートっていうかね、私がずっと食べたいって言ってたやつ。なんだっけ、あ、フルーツ大福はね、まだです。まだ食べ、あの配信で食べて、食べる配信は今度します。私がね、前からそう食べたいじゃーん、じゃーん、なんかコストコに売ってるよって言ってたやつです。これは送ってもらったんですけど、これイサオさん、バラジュッパありがとうございます。甘いんだよね。いちごのチーズです。あ、でもデザートチーズ的な。開けるよ。じゃん。アーディがね、食べたい食べたい言ってたやつなんだよ、これ。あ、ピンク色の、これアーディ食べてみたかったの。いただきます。うん、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 なんかこんな感じに入ってる。丸くなってて、チーズね、なんか中に入ってるんです。うん、かわいいよね、すごいピンク色。うん、スイートチーズみたいな。ん、デザートチーズなのか。うん、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 これはデザート。なんか
デザートで終わりたい人なんですよ、私的には。ご飯食べたら甘い何かヨーグルトでも食べたら食べたくなるみたいな、飴でもっていう、わかる？通販で買えるんじゃないかな。うん、美味しい美味しい、めっちゃ美味しい。チーズです。私チーズがな、本当に大好きだなって改めて思うね。チーズ大好きすぎるんだよ。チーズが大好きなんだよ、もう本当に大好きなの。はい、いやー美味しかった、ディップになります。美味しかった、ありがとうございます。みんな見守ってくれててありがとう。シェルインってやつだ、そう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 。私は送ってもらったじゃん、お家から送ってもらったんだ。あんまり罪悪感ないしいいね。そうそうそう、お菓子よりいいね。え、どんな感じですか野球。勝ってんだ。じゃあ大丈夫じゃないって思うけど、まだ分かんないね、こればっかりはまだ分かんない。追加点間違え、私が食べたら点が入ってた？なんで？そんな奇跡なことある？聞いた。頑張れ。ちょっとでも配信してるとちょっとなんかね、勝てる説立証したいのでしたいしたいので。え、9回表になります。あら、うんうん、もうラストでしょ。え、栗林ホークスの選手本当に活躍してほしいね、頑張って。でも甲斐選手はもうバッチリだからね。やばい、スリーアウトで、え、やばいじゃん。ちょっと私ちょっと待って、それはちょっとやばいじゃん。え、ちょっとみんな盛り上がってんじゃないの、ツイッターとか。あ、やばい、スリーアウト、食べたら点が入るの。ちょっと待って、私を見たい。え、なんか車みたいなの。やば、緊張してますね。見てます、私も。うわ、
栗林選手なんか応援してる方結構ショールームこの前もいたな。ファンの方多いのかな。でも本当に栗林選手にちょっとかかってますね。もうラストだから。男泣きみたい。どうだろう、男泣き見れるかな。やばいね、これちょっとみんなとこの勝利の瞬間を味わいたいよね。これどうだ、ちょっとさ本当に、いやーこれは。でも昨日もさ、サッカー昨日だっけ、いや一昨日だね、サッカーもちょっと悔しい結果だったしね。やばいよ、勝ってほしいなと思うんです。急にオリンピック配信になっちゃってる。やばいね、これちょっとさすがに。さすがにちょっと見たいよこれは。アメリカの選手ってさ、ほんと怖いよ、危ないよ。いや、日本はでも強かったけどさ、前ってさ、なんだかんだね、強いチームが、チームっていうか、国がね、こうちゃんと勝てるっていうのはさ、すごいことなんですよね、やっぱり。おとなしで見てます私。ドキドキじゃん。緊張だよ、緊張だよ、緊張だよね。さすがに緊張だよこれは。みんな見てるよね。うわわわわわ、キャンプ感です。いいね、緊張してるよこれは。
しゅんさんかわいい。あ、ギフト今日投げてくださったことありがとう。読めなかった。あ、え、待って、やばい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 、あと一人、あと一つ、やばいよこれは。さすがにあと一人、あと一人、あと一人、やばいね。クリメッセージお願い。ちょっと、わあ、どうなる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 。喜んでるよ。あ。混んでるよ。え、ちょっと、え、もうお願い。ちょっとまだ、まあ、まだまだわかんない、まだわかんない。まだ、うん、でもツアート撮ってますから、ツアート撮ってるから大丈夫で、大丈夫っていうか、まだそんなね、うん、こっちの方が有利ですから今。ちょっと緊張だけど、いやー、まあまだ、でもラスト一つだから、怖すぎる、こんなん緊張するよ。あと一人、あと一人、日本、ちゃちゃちゃ、日本、こういうのなんか生でね、応援してみたいよね。本当に。やばい。わーい、皆さん。日本。時差がありましたけど、ちょっと。やばい、うわー、こんなリアルタイムで今10時ぴったりよ、10時ぴったり、10時ぴったりに、すごーい。終わった、グータッチ、なんかすごい素晴らしい回じゃん、素晴らしい回じゃない、今日のこの配信な、どういうこと、こんなタイムリーなこの時間に。あ、ポテチさん、ありがとう、ありがとうございます。いや、すごいね、
最高ですねこれ。いやー待って、一人ランナー出た時ちょっとあれ、さっきちょっとびっくりしたけど、さすが日本だわ、もう最強だわ。タワーありがたわ、勝利のタワーだ、タワーありがとう勝利。日本勝利、金メダル最高。いやこれ嬉しいね、なんかもうさ野球でさ金メダルさ取れるのはさ、ね、嬉しい。勝利の焼肉配信になりました、あ日本勝利金メダルタイムリーなメッセージありがとう、ありがとうございます。いやーすごい、なんかもういやー嬉しい、みんなが喜んでるのを見るの嬉しい。うん、男泣きってなんか感動するよね。いやでもアメリカの選手も強いですし、本当に日本頑張りましたな野球がね終わったということでね、私もねそろそろ終わるか。いやいい感じで終われる、これはもう、はい、みんな喜んで嬉しい気持ちで終われます、最高の締めをありがとうございました。皆さん今日は改めて配信打ち上げ配信来てくれてありがとうございました。いや日本もおめでたい、こちらの村も改めておめでたいということで、はい、イベントもねちょっとみんなに感謝の気持ちを伝えられたかわからないんですけど、はい、伝わってたらいいなと思います。本当にありがとうね、はい、いやでもなんか本当にそうですね、ビスイベントが終わったんですけど、この前、その前はラビリンスだったので、ラビリンスからのラビリンスでも本当に素敵すぎる、素晴らしすぎる順位をいただいてたので、それからのこのビスイベントでしょ、どういうことだっていうさ、皆さんのなんか気持ちが本当に熱い気持ちが本当に伝わってきたし、なんかもうすごい本当にありがとうっていう気持ち、なんか軽い言葉でしかこう軽い言葉にしか聞こえないかもしれないんですけども、なんかもうなんかすごすぎるので、みんなゆっくり、うん、休んで本当に夏あと残り、ま、
8月は始まったばっかりで、まあ握手会とか握手会おしゃべり会とか年金になっちゃってたりするんですけど、本当ね、まだまだちょっと残りね、夏休み期間とか、ね、素敵な夏を過ごせますように、皆さん元気でね、コロナとかにかからないで体調に気をつけて過ごせたらいいなと思っています。直接ね、本当にお会いしたいです、早くみんなに。にゃもんさんこんばんは。あ、こんばんは。にゃもんさん、にゃもんさん、8位かな、ありがとう。さっきもう見せちゃってた時にいなかったかもなので、もう一回、ありがとう皆さん、ありがとうね、ペンギン、ありがとう、ありがとう、本当に改めまして、あ、みんな本当なんか100位からこう少し押してやって、あ、よかった、100位からねこう読ませていただいたんですけど、イベント普通に全然なんかイベントとかさ、参加してないっていうかしてなかった方とかもいたと思うんですけど、メールとかツイッターとかもすごいイベントばっかりになっちゃって、そうなっちゃったりしたし、まあ今日もみんなお祝いしてくれてありがとう。私のことだけじゃなくて、みんなのランクインした方のお礼とかをしたんですけど、みんなもなんか一緒にお祝いしパチパチしてくれてありがとうございました。本当に皆さん優しくて本当に素敵で、素敵なファンの方々に囲まれて私は幸せだ、ありがとう。ということで、じゃあ今日のランキング読みますか。はい、13位谷川豊さん、12位しべちゃりさん、11位にゃおんさん、10位みゅてんさん、9位シーカーさん、8位ひびきさん、7位ほぐぴぐさん、6位しゅんさん、5位ゆうつなぶらさん、4位くろちゃんさん、3位ポテチが主食さん、2位ヘルシアさん、1位カメさんです。ありがとうみゅてんさん、ペンギンありがとう、ありがとうございます。長い配信お付き合いいただきありがとうございました。ではこれにてイベントね終わりだ、本当に本当に打ち上げも終わり、クロちゃんさんお疲れ、んつまばやさんお疲れ、谷川豊さんお疲れ、ありがとう。なんかまたみんなと打ち上げねできたらいいね、次いつかまたね。はい、ということでみんなコロナにも気をつけて、台風にも気をつけてください。はい、しゅんさんお疲れ、ありがとうございます、また明日からもよろしくね、バイバイ、ありがとう、お祝いしてくれてありがとう、またね、おやすみなさい、ありがとう、バイバイ、お肉もありがとうね、バイバイ、ラビリンスもリスの方も楽しみにしててください、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい。